敵機及び敵拠点をできるだけ多く破壊してください。こんにちは、霊夢です。こんにちは、マリサなのぜ。今回のマップはオデッサ沿岸部なのぜ。ねえマリサ、プレイ動画は久しぶりなんじゃない？出撃する地点を選んでください。まあな、いろいろ大人の事情ってもんがあったのぜ。大人の事情？ああ、少しだけ知ってるよ。それ、順位がいいと見せ場がなくて、見せ場があると順位が微妙だったんだよね。まあ、理由の一つはそんなところだな。他にも理由があったんだ。だから、その大人の事情ってやつなのぜ。知りたいよ、大人の事情。大人の事情ってのは、大抵、大したことはないのぜ。出撃準備が完了しました。発進どうぞ。この戦いに終止符を打たねばならん。全軍、総攻撃開始。ちなみに、一緒に出撃している005さんは、例によって例のたまたま一緒に出撃したのが採用されたんだね。そういうことなのぜ。それとなレイム、今日は特別ゲストが来ているのぜ。え、特別ゲスト？ああ、新聞記者の方が来ているのぜ。まあいわゆる戦場のカメラマンってやつだな。あー知ってるよそれ、あたしも時々使うもん。霊夢が言っているのはカメラガン、今俺が言ったのはカメラマンなのぜ。なんだ、同じことでしょ。まあいいや、今紹介するのぜ。ちょっと待ってよ、今本拠点に突するところだから。それもそうだな、突が終わるまで紹介は待っていようか。おっと、お邪魔だったかな。いえ、少しだけお待ちくださいなのぜ。嘘？緊張するなぁ。レイム、特に緊張することなんかないのぜ。いつも通りやればいいんだよ。でも私、写真に写るんでしょ？自軍本拠点 B の耐久値が残り 50% を切りました。まあ、そんなに緊張なさらないでください。自軍本拠点 B の、スマイル、スマイル、破壊されました。引っかかったよー。わー、緊張して引っかかったか。もっと出てくるタイミングをまずったようですね。いいんですよ、すぐに笑顔に戻りますから。出撃する機体を選んでください。はい、戻りました。早出撃する地点を選んでください。では改めて自己紹介をよろしくお願いなのぜ。承知いたしました。私は G オングプレス社のハッシー・ルー・バラルと申します。自軍戦力ゲージが残り 50% を切りました。戦場のカメラマンなんかをやっております。不思議と聞いたことのある名前のようなないような。この度、許可を得まして、しばらくの間、同行させていただくことになりました。以後、お見知りおきを。ということで、霊夢、ハッシー、ルー、バ。ハッシーで、結構ですよ。では、ハッシーさんと一緒に、行動することになったのぜ。そうなんだー、霊夢です。よろしくねー。マリサなのぜ。霊夢さんに、マリサさんですが、行動せよ。よろしくお願いします。ここは我慢比べだ。いいな。それで、私たちは何をしたらいいの？指揮官から指示が届きました。いえ、今まで通りで結構ですよ。私の方で適当に取材させていただきますので。なんだー、そうなんだー。じゃあ、気軽でいいんだね。何を隠そう、私が G オングプレス社の新聞記者というのは真っ赤な嘘。私はジオン軍諜報部員、ハシルバラルなのです。いわゆるスパイってやつですな。よかったじゃないか、レイム。うん、緊張しないで、できそうだよ。呼吸器を破壊しました。それはよかったですな。
で。霊夢は、どこに向かっているのぜ？拠点一の、防衛だよ。北側に、ほとんど味方が、いないからね。そうそう、霊夢さん。敵軍戦略兵器が発見されました。急いで破壊してください。ハッシーさん。突っ込みすぎは、痛いですな。ジオンの巨人か。ああ、もっと早く行くよ。申し訳ありません。またまた、タイミングをミスりましたな。いやー、今のは完全に、霊夢が悪かったので。出撃する機体を選んでください。アットタクが見えてたものですから。出撃する地点を選んでください。突っ込んだら、負けてしまうと思ったのです。じゃあ次は、遠くから狙おうと。おお、この機体は？ジムスナイパーなので。スナイパーですか、なるほどなるほど。遠くまで見えるんだよ。霊夢は、砂が苦手なので。言わなければ、わからないよ。ニュータイプの実戦闘に多くなっているというのか。そんなもん、見れば誰でもわかるので。そうなの？押されているな。ハッシーさんはなんで、これ式で終わりませんよ。変な、戦場のカメラマンなんかをしてるのぜ。やったねー。なーに、食べていくためですよ。食べていくだけなら、他に、もっといい仕事があるのでは？これでも、小さな子供が、二人いましてな。苦労しているんですよ。奥さんも、苦労してるんですね。ギアスマは、この戦争で、行方不明になっておりまして。おっと、すみませんでしたのぜ。職務は、奥さん、いなくなっちゃったんだ。なのかもしれんな。気にしないでください。もちろん、妻はおりません。子供二人は、事情があって、面倒を見ているのです。なかなか当たらないなぁ。師匠にね、砂を極めるように、言われてるんだよねー。師匠？ですか？うん、そう、師匠だよ。師匠とは、どなたなのでしょう。師匠は、師匠なのぜ。その調子で頼むぞ。呼吸器が破壊されました。砂を極めれば、立ち回り方が変わるんだって。自軍エース機が撃破されました。つまりは、霊夢みたいに、棒立ちで撃つってことでは、ないと思うのぜ。そうなの？だって、当たらないんだよ。砂は、難しいらしいですから。慣れるのが、一番でしょうな。了解だよ。敵軍戦力ゲージが、残り 50% を切りました。ところで霊夢さん、狙われてますよ。だから、もっと早く教えてよ。申し訳ない。次は、早く言いましょう。ところで霊夢さん、まだ狙われてないよ。おっと、早すぎましたね。ハッシーさんは、ジョークも言うんですね。敵エース機の撃破に成功しました。見せたいもの、常に冷静に、状況を分析できなくてはならないのです。ジョークは、その延長なのですよ。なんか、よくわからないよ。敵戦略兵器の破壊に成功しました。逆に来ちゃったよ。まあいいや。見せちゃおうかな。連邦軍のモビルスーツの性能とやらを。これは素晴らしい火力ですな。なんという名前のモビルスーツなのですか？ウッディだよ。ほうほう、ウッディというのですか。霊夢お気に入りの機体の一つなので。ミノスキー粒子量減衰、ビームライフルですか。レーダーが回復しました。わかぁ、盾がなかったら危なかったですね。てか、狙われてるのぜ。面影逃げろー。指揮官から指示が届きました。逃げるが勝ち、という言葉も、ありますしな。この辺でいいかなー。
ニュータイプ部隊なのかもしれんな。少々お待ちください。慎重に行動せよ。ここは我慢。指揮官から指示が届きました。ところで霊夢さん。はいはい、了解だよ。敵がいますよ。ラッキー。さてと、こっちも補給艦を。補給機を破壊しました。もう破壊しちゃったね。補給機が破壊されました。プスッタプスッタ。プスッタですか。指揮官から指示が届きました。ことなので、性能。まさかジオンがニュータイプの実戦投入を行っているとでも言うのか。お次は遠いな。指揮官から指示が届きました。はい、呼んでました。取られてきた。盾をうまく使ってましたな。だな、これ式で終わりませんよ。ゴムさんは盾がないからね。やばいよやばいよ。どうしたのゼレイム。玉切れだよ。おや、早いですな。うちの欠点は、弾数が少ないことなので。おうおう、弾数がねえ。弾が数少ないのが、玉に傷ですな。親父ラブなので。自分の屋敷は撃破されました。ところで霊夢さん。やられた。危ないですよ。敵の力量、見誤りました。今のは、覚悟してたもん。まあどの道、敵の数からして、逃げられなかったでしょうな。そういうこと。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。さてと、どうしようかな。上から、味方の援護に行ってみようかな。ちょっと、間に合わない気もするのぜ。素直に、拠点さんに向かった方が、良かったかな？まあ、ここまで来ちゃったしね。自軍戦力ゲージが、残り 30% を切りました。敵エース機の撃破に成功しました。指揮官から指示が届きました。ちょっとチャットタイム。慎重に行動せよ。ここは我慢比べだ。いいな。はい、行きますよ。呼吸器を破壊しました。どこまでの意味かい。呼吸器が破壊されるよ。ゾゴック相手では、分が悪いのでは。わあ、運が悪かったの。ところでハッシーさん、今度は、私がやられるんですか。いやあ、そうじゃないのぜ。ハッシーさんは、ジオンのモビルスーツに、詳しいなぁと思って、そうそう、確かに。おっと危ない。つい、調子に乗りすぎてしまったようですな。なんとか、ごまかさなくては。いえいえ、つい最近、ジオン軍の特集記事を、書き上げたばかりなんですよ。なるほど、そうだったのか。なんだぁ、あたしは、スパイだと思ったよ。まさか、そんな。冗談でした。だったら面白かったのにねー。だってハッシーさん、連邦軍のモビルスーツは、知らないのに。ジオンの、モビルスーツの名前、指揮官から指示が届きました。まさかジオンは。これは驚いた。なんて鋭い子なんだ。少し、気をつけなくては、いけませんな。ニュータイプの実戦投入を行っているとでも言うのか。冗談でも、やめてほしいもんですな。ごめんなさい。ハッシーさん、申し訳なかったのぜ。霊夢も、冗談でもやめるようにな。はい、申しませんよ。
いえいえ、怒ってるわけではないのですよ。この話はもうやめておきましょう。ところで霊夢さん、指示が届きました。え、敵はどこ？いえ、敵に狙われてはいませんよ。砂でも調子がいいではないですか。さすがハッシー、よく見てるね。霊夢、調子に乗りすぎなのぜ。でもね、なんかいい感じなんだよ。どうせ今だけだから許してちょ。ねえ、調子いいねえ。師匠が言ってた立ち回りって、こんな感じなのかな？ところで霊夢さん、また褒めてくれるの？あ、やべえ。ちょっと、無理があると思いますよ。早く吸っちゃった。わあ。やはり、こうなりましたか。ちゃんちゃん。FS の方が足回りが上ですからな。ブーストの気でかかった霊夢さんの砂では勝てますまい。出撃する機体を選んでください。さすがハッシー、出撃する地点を選んでください。霊夢、呼びつけなのぜ。これも特集記事のおかげですな、ははは。またまた、ウッディの出番だよ。されている拠点に向かおうかな。引きで終わりませんよ。慎重に行動せよ。ここは我慢くらいだ。今逃げられました。指揮官から指示が届きました。霊夢、攻撃に注意するので。ありがとう。了解、了解。敵発見。アシストだけど、オッケーオッケー。どうしようかなぁ。降りちゃおうかなぁ。気をつけるのぜ、霊夢。こういうのは、勢いないですね。カーラグリー。完全に、行き過ぎてましたな。トムさん、カッカやめてください。おお、こうなるんですね。ラッキー。まだ中にいるのぜ。了解、了解。ラッキー。おお、食っているもんですな。作戦時間は残り3分を切りました。弾、誰か弾をください。いいや、一旦帰ります。指揮官から指示が届きました。だいぶ押されてるのぜ。ちょっと楽天は難しそうですな。指揮官から指示が届きました。さあ、瀬戸、お次は。本拠点に敵が迫ってるのぜ。了解、了解だよ。間に合うかな。ちょっと入っちゃったのぜ。自分本拠点 C が攻撃されています。次は倒すもん。呼吸器を破壊しました。指揮官から指示が届きました。よくやってくれた。その調子で頼むぞ。オッケーオッケー。下にはまだ敵がいるみたいなので。下ですね、了解。ちょっと様子見ました。
やっぱり降りなきゃ、ダメですねー。はいはい、お次は霊夢、もう残り時間が少ないのぜ。じゃあ、拠点3周辺を、なんとかしよう。残り 10% を切りました。味方も、集まってきていますな。指揮官から指示が届きました。とっさどう。作戦時間は、残り1分を切りました。まあ今更、道敵の身の指揮粒子散布により一時的にレーダーが無効化されます。あと1くらい、なんとかしたいな。でも敵がいません。補給所が破壊されました。拠点を方面に向かってはどうでしょう。指揮官から指示が届きました。とりあえず、行ってみよう。敵は、いるみたいなのぜ。敵軍戦略兵士が発見されました。あのボムちゃんに決めたよ。急いで破壊してください。ジオンの巨人どもにしてやられるとは。オッケー、間に合ったよ。敵エース機の撃破に成功しました。押されているな。だな、終わったようですね。終わりませんよ。ジオンの勝利ですかな。我が軍の敗北です。撤退してください。なかなか良いものを見せていただきました。戦闘における戦績を報告します。ほう、もう少し上かと思っていましたが。でも、楽しかったよ。前の戦いぶりに、またご一緒させていただいてもよろしいですかな。全然オッケーだよ。オッケーなのぜ。それでは今回はこの辺で。報酬が支給されました。ご視聴ありがとうございました。するコンテナを選んでください。ふふふ、なかなかいい具合に潜り込めたようですな。